では皆様、今日は初めてお越しくださいました作物奏者の久保健さんです。皆様拍手でお願いします。
きの差があった。Thank you.
Amazing Grace。今僕が吹いてた楽器、これあのサックスの中でもアルトサックスという種類ですね。これよりももう一つ大きいのがテナーサックスでございますね。まだまだありますよ。下はねバリトンサックス、バスサックス。で一番大きいのがコントラバスサックスっていうのがあるんですけど、これは世界でも20台ぐらいしかないらしくてですね、僕もまだ見たことないんですけど、あの図鑑かなんかでしか見たことないんですけどね、ありますけども、このアルトサックスのもう一つ小さいのがこちらでございまして、皆さんよくねあのクラリネットの金属板ですかとかね、もうサックスってもう曲がってるものと思われる人が多いんですけども、こちらソプラノサックスというか、アルサックスよりもね、管が短い分、うん、はい、音がします。ではこちらで、曲を聴いてください。ティファニーで朝食のね、映画の中で出てます。ムーンディバThank you.
それではですね、次は、皆さんお待ちかねでございます。昭和歌謡メドレーいきたいと思います。特に演歌が多めのね、原曲になってますけども、僕が小学校の頃はね、一番よく出た番組がザ・ベストテンというね、番組皆さんも戻ってたんですね。その頃はね、演歌どうも好きになれなくて、こうね、なんだろう、僕一番好きだったクリスタルキングが好きだったんです。皆さん覚えてますか、舞台とかね、あんなんかこうかかってたら見るんですけども、演歌がかかったらトイレタイムみたいなね感じだったんですけどね、やっぱりね、この年になりますとなかなかやっぱり演歌はいいなというところで、皆さんね、ぜひこれもね、もうこの多分ご存知の方が出てくると思いますんでね、ぜひ歌いながら、もう歌詞がわからなくてもいいですよ、もう難しいでもいいしね、ブンブンブンでもいいですからね、一緒にぜひね、音を奏でてください。では一番最初ですね、
聞こえてまいりました。次はですね、ぜひもう一緒に歌って、もらうコーナーですね、作りたいと思います。僕もね、一緒に歌いたいと思います。上向いて歩こうをね、でね、キュウちゃんのね、あのちょっとジャジーなあれ素敵なんですけど、今日はね、サックス奏者としてきましたからね、ラテンのね、レゲエというね、リズムで、アレンジしてまいりましたですね。ぜひね、手拍子しながら、で僕ね、先読みしますからね、僕に続いて歌ってください。はい、とてもいいお返事です。僕もちょっとレイザーって頑張ってね、紅白まで行くかなと思って。
い曲なんですね。皆さんぜひ覚えてほしいんですけど、ちょっと歌ってみますね。あなたの笑顔で僕は幸せになれたから、今度は僕の笑顔で誰かに幸せ届けたい。こんな感じです。Thank you.
ですよ。もう一回行きましょう。Yeah.